お花紙で作る華やかなトルコキキョウです。ピンクのトルコキキョウを作ってみましょう。お花紙2枚を半分に切ります。後で切り落とすところがわかるように四隅にマジックで印を入れます。2枚重ねて6等分の屏風折りにします。たくさん作る場合は12等分の屏風折り型紙の半分を使いましょう。屏風折りにしたものを真ん中で切り、それを半分に折ります。マジックで印を入れたところを丸く切り落とします。真ん中の折り目の角も三角に切り落としましょう。シュレッダーバサミで花びらの先に切り込みを入れます。普通のハサミで切り込みを入れる場合は、花びらの先をくしゃくしゃに折り曲げます。10センチくらいのワイヤーの端を3センチほど折り曲げ、花びらの真ん中の切り込み部分に引っ掛けます。花びらをしっかり押さえてワイヤーを強く引っ張り、ワイヤーを交差させて2、3回ねじります。花びらを広げたら、2枚重ねになっているところを開きます。根元のところをしっかりと開いておきます。4つできるので、1つだけ真ん中の花びらに糊をつけ、下から上に撫で上げるようにまとめたら、先をねじってつぼみを作ります。次にお花紙で葉と萼を作ります。萼を先に作ります。8分の1に切ったお花紙をさらに4分の1の大きさに破り、指の先に糊をつけてねじります。根元は開いたままにしておきます。花1つにつき萼を5つ作ります。萼の下半分に糊をつけ、花の根元に貼ります。少々偏りがあっても構いません。開いた花の萼もつぼみと同じように貼ります。花とつぼみの用意ができたら葉っぱを作ります。10センチくらいに切ったワイヤーの端を3センチくらい折り曲げたら、葉っぱにするお花紙を折りたたみます。まず四隅を三角に折ります。それから間を内側に折ります。それを二つ折りにして、片方をしっかりと持ったら、反対側は親指を下にして持ち、向こう側にねじります。もう一度ねじって、ねじったところにワイヤーをかけます。
葉っぱを2つ折りにしたら、ワイヤーを交差して2、3回ねじります。大きい葉っぱも同じようにして作ります。大きい葉っぱは破れやすいので、優しくねじったり、ワイヤーをかけたりしましょう。花と葉をフローラテープでまとめます。7、8センチに切ったテープを端を引っ張って伸ばしてから花やつぼみの根元に巻きつけます。巻き始めはテープで挟むようにして貼り合わせると巻きやすくなります。あとは斜めに巻いていきます。葉を開いて両側から花の茎で挟みます。もう一度葉を閉じて根元をフローラテープで巻いていきます。残りの花も同じようにまとめたら、大きな葉を開いて両側から挟み、根元をフローラテープで巻いて出来上がりです。ピンク以外にもクリーム色や藤色などお好きな色で作りましょう。同じ色をたくさん作ったり、2色の花を組み合わせたりして花瓶やブーケなど華やかに飾りましょう。